みんな大好きタコスの作り方。このキットの中身は10個のタコシェル、サルサ、そしてタコスシーズニングが入っています。まず 500g の牛ひき肉を炒めてタコスシーズニングを入れます。そして水を 125ml 入れます。その後混ぜます。タコシェルをオーブンで温めるときはこのようにばらさずにキットに入っているタコシェルのビニールを取って入れると形が崩れません。そしてそれぞれをタコシェルに入れます。入れ方の順番はお好みで、まずはひき肉、そしてサルサ、レタス、トマト、そしてチーズ、いただきます。